ジョナサン・ヘンリー・ J は、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称は、アメリカ合衆国建国の父の一人、ジョン・ J から、ザ・フェデラリスト。他には 305J がある。セントルイス・カージナルス時代2006年の、MLB ドラフト2巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。 2010年4月26日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年は105試合に出場して打率300を記録した。2011年は5月から成績が上向きになり、出場機会がさらに増加。外野のレギュラーの一人だったコルビー・ラスムスの出場機会を奪うようになった。これに不満のラスムスがトレードを要求し、7月27日に トロントブルージェイズへ移籍となった後は、中堅守のレギュラーを務め、初めて規定打席に到達するなど、飛躍の年となった。またこの年は、ワールドシリーズ制覇を経験した。2012年は4月に守備で、フェンスに激突して、右肩を痛め、5週間ほど故障者リスト入りした。しかし復帰後もシュアな打撃は健在で、ナショナルリーグ9位の、305を記録した。盗塁は、 自身最多の19個を記録した。2013年、中継手のレギュラーで157試合に出場したが、攻守両面で壁に突き当たった。まず攻撃面では、打率が276まで低下したほか、自身初となる103進超えを起死した。守備面では、守備防御点マイナス10を記録して大幅に守備範囲が低下した。2014年1月17日に、 カージナルスと325万ドルの1年契約に合意した。復活を期した2014年シーズンは、ピーター・ボージャスが加入したことが影響し、外野のユーティリティープレイヤーとして3ポジションすべてを守り、規定打席には届かなかった。しかし打率303、出塁率372を記録して、2012年の水準にまで数字を引き上げた。 一方で長打が減少し、2013年に計36本あった、長打数が22本になった。両リーグ1位の24級を記録した。守備力も持ち直し、中堅と左翼では、プラスの守備防御点をマークした。2015年2月9日、カージナルスとの年俸調停を回避し、2年総額1097万5000ドルで契約を延長した。 2015年12月8日にゼドジョーコとのトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。2016年は90試合に出場して打率。291日本類が26打点に投塁を記録した。オフの11月3日に FA となった。2016年11月29日にシカゴカブスと800万ドルの1年契約を結んだ。 2017年は141試合に出場して、打率296日本塁が34打点、6盗塁を記録した。7月6日のミルウォーキーブルワーズ戦では、大量ビハインドの9回表に登板し、非安打1を許したものの、平均急速時速 92km で1回、無失点を記録し、話題となった。オフの11月2日に、FA となった。 2018年3月6日にカンザスシテロイヤルズと1年300万ドル、出来高最大150万ドルで契約を結んだ。2018年6月6日にエルビス・ルシアーのゲイブ・スパイアートのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。このシーズンは2球団合計で5年ぶりに規定打席に到達し、打率268、3本塁打、40打点などを記録した。 オフの10月29日に FA となった。2019年1月10日にシカゴホワイトソックスと1年400万ドルの契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。2020年2月3日にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月18日に メジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。2021年2月11日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日に一旦自由契約となるが、翌27日に改めてマイナー契約を結び直した。 シーズン開幕後の4月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが2試合に出場して8打数1アンダーの打率125と振るわず4月16日にリーフ23日にマイナー契約となった。その後5月6日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。マニーマチャドとは親友であり、 マチャドの義系であるヨンダーアロンソを加えた3人で、マイフーオフのトレーニングを行っているという、ありがとうございます。